あれ、え、なにこれ、え、ちょっと待って、え、なに、え、なんか、え、ちょっと待って、今さ、エビいなかった、え、嘘、え、なに、え、なにこれ、え、なにこれ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って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 、おい待って、なんだお前、は、え、なにそれ、シャリタツ、シャリタツ、え、今なんかめっちゃエビだったんだけど、なんだそれ、え、53超強いじゃん、いけるか、よしよし、いいぞいいぞ、よっしゃ、いけ、おくらなぐらおくりなぐらと間違えた、こい、やった、やった、なんかエビみたいなやつ捕まえたぞ。お魚ってこと、シャリタツ、擬態ポケモン、反った姿、小型のドラゴンポケモン、兵来者の口の中に住み外敵から身を守っている。へえ、なんだ兵来者って、てかドラゴンなんだ、こんな見た目で、え、めっちゃエビのお寿司みたいだったんだけど、うわ、うわ、名前何にしよっかな、よし決めた、今日からお前はシャリンプだ、じゃエビの寿司みたいだからね、え、ちょ、手持ちにさ一回加えてさ、え、ちょ、出してみたいんだけど、よし出てこい、は、え、なんだ、はい、うわ、かわいい、え、めっちゃかわいい、え、嘘、めちゃくちゃかわいくない、え、なんかピチャピチャ言いながら走るんだけど、え、超かわいい、なんだ君、あ、てか待って、これさ、あれじゃん、名前でクイズでいたリクアナゴじゃん、これ、お前シャリタツっていうのか、え、超かわいいんだけど、お、こっちにもいたぞ、はい、どうもこんにちは、かわいいですね、いや、お前かわいいな、シャリンプ、え、なんか右目だけさ、ちょっとじとめになってるのめちゃかわいいんだけど、あ、おぉ、おぉ、おたけび上げてるのが、お、かわいいの、お、てかめちゃくちゃ顎の下、なんかシャリみたいなんじゃん。あ、だからシャリの上に立ってるからシャリ立つなのか？へぇ、かわいいわ。えぇ、なにこれ？あぁ、かわいい！え、待って、ついてきてくれんだけど。こんな姿なのにお前ドラゴンなのか？え、ちょっと待って。え、あれ？ねえねえ、待って。え、待って、え、え、ちょっと待って、色違い、え、色違いんだけど、え、なに、え、なに、君何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 、え、色違い、じゃ、え、あれ違う、シャリタツ、え、同じなんだけど、え、あ、シャリタツって違う色いんの、あ、やべ、あ、やべ、やばい、とか、あ、やばい、おきみあげ、最悪だ、え、待って、え、待って、なんか、え、き、え、待って、黄色いのいる、何、え、黄色い子いるんだけど、え、待って、これもシャリタツだよね。逃げるの待て、よーし、おきびあげだけやめて、おきびあげだけ、あー、やめたー、ちょ、マジかよ。ちょ、待って、おきびあげめちゃくちゃされちゃうんだけど。お、なんか拳が、フンドの拳ってやつ覚えたらしいぞ。なんだそれ、覚えてくれ。拳にぴったりな技だな。え、あ、ゴーストタイプの技なの？怒りをエネルギーに変えて攻撃、受けた攻撃の回数が多いほど技の威力が上がる。あ、へえ、何回かやると強くなる技なんだ。ちょ、試してみたいな、フンドの拳。え、ちょ、マジさ、シャリタツ、なんかみんな自殺しちゃうんだけど、なんで、あ、あ、待って、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるぞ。あ、なんか擬態している、なんだ、あ、あ、いっちゃ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 、ダメだ。あ、あれ、なになに、なんか、お、なんだ、電話だ。あ、これペッパー先輩かな、あ、ま、ちょ、なんか変な、ま、ちゃった。ペッパー先輩かな。よう、エルモ、あ、やっぱり。この湖のどっかに、義龍の主がいるらしい。でも、誰一人として姿形を見たことねえんだと。一体どんな恐ろしい見た目してんだろうな。姿がわかんねえから、探しようがないぜ。俺が主って自己紹介してくれたらわかりやすいのにな。なんだそれ。え、なんかヒントか。え、そんなわかりやすいこと言うの いる、ま、ちょ、とりあえず、捕まえるか。よっしゃー、今日からお前はマグロメテオだ。なんか強そうじゃない？ちょっとさ、これさ、さっきの黄色いやつ以外にもいるのかな？なんか全種類集めて、あ、いた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 。よし、お前もだ。よしけ、今日からお前はタマゴンだ。ちょ、タマゴっぽいからね。え、多分黄色って言ったらタマゴだよね。あ、擬態ポケモン、伸びた姿。あ、これ伸びた姿って言うんだ。鳥ポケモンが主な獲物だ。え、マジ？自分の弱さを知っており、仲間とコンビで狩りをするぞ。だって。へぇー。鳥ポケモン食べんの君。マジ？意外とすごい、獰猛だね。他の色はいないかな。あ、ルーチャブルだ。久しぶりに見たな、ルーチャブル。あー、ちょ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 、早い、早い、早いよ、早いよ、早いよ。
いやいや、何もしてないじゃん、私。ちょ、何もしてないじゃん。何もしてないじゃん。危ねえ。はあ、危ない。はあ、なんて血の気の多いやつなんだ。危なかった。めっちゃエビなんだけど。うわ、美味しそう。すごい、ここめちゃくちゃ癒されるんだけど、BGM。え、シャワーズじゃん。嘘。え、ちょっと待って。待って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 。え、嘘、シャワーズいるんだけど。え、しかも逃げちゃうの？え、シャワーズだ。え、かわいすぎる。え、マジ？普通にシャワーズ出んの？ちょっと捕まえよう。いえ、エリザベスかな。いや、高貴な感じするからね。ちょ、エリザベスめっちゃ可愛いんだけど。わー、可愛い！いや、じゃあ、なんやかんや。なんやかんやめちゃくちゃ可愛いよね。クイズの中でもエリザベスめっちゃ好きだな。いや、探索楽しいわ。よっしゃ、行くぜ！多分、義龍の主あの辺だと思うんだよな。わ、空飛ぶのめっちゃ気持ちいいな。おー。あ、やべ、着水。おー。あ、せっかくだからなんか出すか。こうか。お、あ、出てきた。あ、お、出てきたぞ。お、シャリンプ。は、泳いでる、すごい。お、なにこれ。え、なにこれ。なにこれ。え、待って、え、これ主？え、主？え、主？え、絶対これじゃない主ボケ。わ、やばいやばい、めっちゃ追ってくる。めっちゃ追ってくる。え、なんだこいつ。お、なんかめっちゃいるんだけど。え、でかっ。なに？え、ちょ。え、捕まえちゃう？捕まえられるかな？え、いけるか？いけるか？あ、ダメらしい。あ、やばい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 。あ、シャリンプ、シャリンプ、あー、おー、ミニ竜。ミニ竜だ。あー、痛い。え、めちゃくちゃでかいんだけど、なんだこれ。え、絶対これ主でしょ。あ、やべ、あ、間違え、あ、やべ、あ、シャリンプ言うこと聞かないだと。え、なに？一丁上がりって何？一丁上がりって何？なにそれ？なに？え、寿司出してきたんだけど。なんだそれ、なんだそれは。え、なに？ヘイラッシャーって寿司屋の大将ってこと？来い。よーし、いいぞいいぞ。面白いな。なんでお寿司出してくんだろう。やっぱ大将ってことで OK？ なんかめちゃナマズみたいな見た目してるけど。大ナマズポケモン。あ、やっぱり。え、どういりでナマズみたいな見た目してると思った。大ぐらいだが餌を取るのは苦手。シャリタツとコンビを組んで獲物を捕らえるのと。あ、あ、確かにさっき、ヘイラ社の口の中入るみたいに言ってたね。へぇー。うわ、名前何にしよっかな。え、面白くない？よし、今日からお前はラッシャイだ。ちょ、ボックス送ろう。あ、ちょっと体、ちょっと中見てみたいな。おぉ。特性鈍感。鈍感なのでメロメロや挑発にならない。威嚇にも動じない。へぇー、そうなんだ。そういえばシャー、あ、そういえばシャーって言っちゃった。シャリンプってさ、お、特製司令塔だって。登場した時、味方にヘイラシャがいると口の中に入ってそっから指令を出す。へぇー、そうなんだ。え、ってことは、あ、そっか、一緒になって狩りをするってそういうこと？え、面白い。え、すごい面白いね。着いた。ここじゃない？この島じゃない？なんだ？ん？ぬぬぬし？え？え、待って。え、なんか喋るんだけど。え、すしししって言ってる。え、なにこれ。え、かわ、え、かわいい。え、喋ってるんだけど。え、なんで？お前かわいいな。え、こっちは？え、喋ってる。ぬぬ？すし。お前やっぱすしだったんだな。あれ？でもこの子あれじゃん。なんか目、片目しかめてないぞ。あれ、なんかかわいい顔してるやつだな。お、すしって言ってる。寿司としての自覚がめちゃくちゃあるようだ。かわいいな。へえ、他は？お、シャリ！シャリって言ってる。え、どういうこと？どういうことなんだ？俺、寿司。え？ん？あ、あ、戦闘始まんの？え、そういうこと？え、マジ？逃げよう。あ、やべ、逃げることができない。え、ちょっと待って、お、君上げ。君もお君上げすんの？マジかよ。あはははは、シャリ立つ。命大事にしてくれ。え、これ何？この中からさ、お、スメシーがいるぞ。え、何？この子たちの中から主探せみたいなやつ？お、スメシー。やっぱお前寿司だったんだな。え、他は？寿司寿司。かわいい。寿司寿司。
寿司寿司、え、めっちゃ寿司なんだけど。シース、お、業界人がいるぞここに。業界用語がわかるシャリタツがいるな。リップさんと気が合いそうだ。寿司っす。寿司なのか。ぬぬ、寿司。シース。お寿司。え、どれが本物なんだ。お、数名 C がいるぞ。え、かわいい。マジでかわいい。シャリタツ喋れるんだね。これでもなんかさ、よく見たらさ、なんかオレンジ色のこいつだけじゃね？あ、なんかこいつだけぬしぬしって言ってんだけど。え？おぉ。あ、なんかお前だけめちゃでかくね？なんで？え、もしかしてお前がぬしなのか？まあ、ぬしぬしって言ってるもんな。え、お前怪しいぞ。え、でかっ。え、なんか全然サイズ違うんだけど。お、絶対お前主。え、主？え、でも主はさ、なんかさっき言ったヘイラッシャーじゃないの？お前か？俺主！え、主なのかお前。え、おお、びっくりした。え、え、あ、食われた。あ、これが書いてあったあれ？あの、口の中に入って狩りするってやつ？よし、何やったまで行くぞ。義流の主、ヘイラッシャー。へぇ。なんで義流の主なんだろうな。まあいいや。よし、行くぞ。おぐりなぐら。怒りの前歯だ。行け。よし、いいぞ、いいぞ。今回半分削れた。お、水の波動。あ、いけるか。頑張れ、頑張れ。お、いいぞ、いいぞ。あ、やばい。やばい、混乱してしまった。頑張れ、頑張れ。頑張れ、おぐり。頑張れ、なぐら。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ、偉いぞ、なぐら。いいぞ、いいぞ。頑張れ、夫妻。頑張れ、行け。あー、ダメだ。くっそ。くっそ、あー、ダメだ。さすがに耐えられない。うわ、どうしよっかな。うわ、どうしよう。いや、ここで、ちょ、久しぶりの登場。行くぞ、ホルト。おい、なんか私が隠れている。よし、行け。行け。スパークだ。よし、よし、いいぞ、いいぞ、抜群だ。お、えらい、麻痺にしたぞ。よし、行け、頑張れ。よし、よし、いいぞ、えらい。えらい、ボルトやっぱいいな。強いな。お、あ、逃げていったぞ。あ、てか今さ、あれ？てか、あれ？シャリタツ全然いなかったな。あ、なんかどっか行った。あれ？埋まってるんだけど。うわ、めっちゃ埋まってるんだけど。どうも、どうも、こんにちは。あ、移動してる、こっちか。え、これ追っかければいいってこと？多分あの辺だよな。ハワイ色のエレモ。あ、ミニ竜連れてる、この人。こんにちは。え、いいな、ミニ竜。王者の湖で変なポケモン見てたらひらめいたんだ。なんだ？渾身のレシピでサンドイッチ作ってみてくれよ。おお。お、なんだ、寿司風サンド作れるようになった。なんだそれ。へ、普通寿司はパンじゃなくてライスに乗せて食べるよな。うん。つまり寿司をパンに乗せると2倍美味しいんだよ。ほんとか？湖だったのもなんかの縁だ。一息ついてきなよ。お、ありがとうございます。え、マジ？正気か？マジで？パルデアで寿司が思わぬ方向に進化してるんだけど。湖のほとりってなんでこんな気持ちいいんだ。まあ確かに、おかげでこんなすっきり癒されただろう。確かに。へえ。え、ちょ、なんだ寿司風サンドって、めっちゃ気になるんだけど。え、ちょ、ピクニックするか、せっかくだし。よーし、やるぞ。ほい、出てこい。おお。ちょ待って、ヘイラッシャーでかすぎじゃない？え、ちょでかすぎだよ。え、ちょっと消えたんだけど。あ、いた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 。ちょ、ごめん、アギャギャウス、ちょっと中入っててくれ。ちょ、でかすぎでしょ。ちょ、ってか、しかも陸で受けるんだ。想像の倍ぐらいでかいんだけど。おお。え、寿司たち、かわいい。お、来た、来たの、来たの、寿司たち来たの。よよ、シャリンプ。よ。お、お前全然懐いてないけど、ハート1個出してくれるんだな。かわいいな。お、お、マグロメテオも寄ってきたぞ。お、卵も寄ってきた。え、シャリタツめっちゃかわいいね。へえ。え、このなんかさ、腕だけで張って歩くのめっちゃかわいい。ちょっと待って、ちょ、ラッシャイ、ラッシャイうるさいんだけど。ラッシャイさっきからうるさいって、ちょっと、し、ちょ、うるさいって、どうした？お腹減ってんのか？寿司握りたいのか？え、待って、めっちゃ、どうした？どうした？めちゃくちゃ尾ひれ長いな。めちゃくちゃぶつかるんだけど、方向転換するたびに。
めちゃくちゃ危ないって。危ないって危ない。アホゲめちゃでかいと思ってたけどさ、ラッシャイの火じゃないね。ラッシャイでかすぎだろ。なあ、なあ、ボンレスなあ。よーし、じゃあ、あ、そう、さっきおじさんから教えてもらった、ピクニックなんだっけ、寿司風サンドだっけ、作るか。なんだっけ、どれ、寿司風サンドって。どれ、はぁ、嘘だろ。材料、カニカマがないだと。よし、カニカマ買ってきてやろうじゃないか。アルデネーノ、うわぁ、マジか。マジか、ジムバッジあと2個必要なのか。しょうがねえ、私はオリジナルの超美味しいサンドイッチ作ってやるよ。よし。ちょ、オリジナル寿司風サンド作ってやるからな。ちょっと待ってろよ。ちょっと、ライスって、ちょっと、ライス乗せてんだけど、マジ、正気の沙汰じゃないんだけど。マジ、日本人びっくりだよ。新手の寿司屋。お、意外と乗るね。すごいぞ。すごい。すごいぞ。で、切り身じゃん。いや、お寿司だからね。ちょっと今さ、カニスティックないから、なんか刺身っぽいやつこれしかなかったから、ちょっとこれでみんな勘弁な。多分美味しい。なんか寿司っぽくない？だいぶ寿司っぽくない？なんか中トロみたいに見える。あ、いいじゃん、いいじゃん。あーいっ、あーちょっと今誰の鳴き声だよ。絶対アギャギャースだろ。つまみ食いしただろ、今お前。いいよ。お、意外と乗るんだけど、すごくない？絶妙なバランス感覚。よし、オッケー。完成。ちょっと待って、関西人もびっくりの、炭水化物オン炭水化物なんだけど。偏りがすごい。よーし、みんな食べるぞ。私オリジナル寿司サンドイッチだぞ。どうだ？どうだ？お、結構うまそうに食べるぞ。ボンレスめっちゃ美味しそうに食べるじゃん。よしよし。お、なんかめちゃくちゃみんな元気になったんだけど。よー。よー、寿司スターズ。お、なんかすごい元気に遊び回り始めたな。よー。お、美味しかったか？よかったよかった。ちょ、へい、ねえねえ、ヘイラッシャーさ、うるさくない？落ち着きなさすぎるだろ。どうした？どうしたんだお前。何かあったんだ？水の中に戻りたいのか？あ、あれ寝たんだけど。あ、お前そうやって寝るのか。あ、起きた。おお、眠り浅いな。いや、そこ見てみろ。アホ毛なんてずっと一人でぐっすりだぞ。お腹いっぱいになったらすぐ寝るタイプだ。おい、どうした、シャリンプ。どうしたんだ、シャリンプ。おお、起きた起きた。おはよう、アホ毛。美味しかったか、ご飯。どうだった？おぉ、夏木とモックスのワニだ。かわいい。おぉ、ラッシャイ。え、ラッシャイの目どこ？これ？え、てか、ラッシャイ、こう見るとさ、あれなんだね。このなんか、頭の上に乗っかってるのハチマキなのかな？ああ、なるほど。だから寿司屋の大将みたいなヘイラッシャイなのか。へえ。そういえば、ジジンベイだと思ったら、ヘイラッシャって名前だったんだな。え、マジで想像の10倍ぐらいでかいんだけど。めちゃくちゃでかい、この魚。え、ホエル王よりでかいのかな？ホエル王の方が大きいか。いや、マジでかいわ。よし、ボールだぞ。いけるか、マグロ見てよ。かわいい、空振りしてる。空振りしてるぞ。お、行った。行った、シャリンプ。シャリンプ蹴るのか、お前。あれ？シャリンプお前蹴らないのか？お、お前そうやって回転して蹴るのか。すごいな。お、いけるか。お、いって、いって、お前何で、お前も私にぶつけるタイプかよ。おい、レベルが足りないからって反抗期か？お、お、お、え、ちょっと待って。水面バウンドするんだけど、あのボール。マジ特殊加工。お、ヘイラッシャ、お、ヘイラッシャが、尻尾を使ってボールを受ける。へえ、そうやってサッカーするんだ。ボレス行くか？あ、ボンレス、混じらない。混じらないぞ。お、ずっと魚だけでサッカーをしている。ボンレス、どうしたんだ？一緒に遊ばないのか、お前。ちょっと中に入れないのか。そっか、お前泳げないもんな。今度ちゃんと特訓しような、泳ぎの特訓。あ、アホゲとボンレスは全く混ざる気がない。寝ている。あ、どんどん向こうに行ってるぞ。
いやなんかマジで水を得た魚って感じだな。いやじゃあまあそろそろ行くか。ハワイ食のエレモ。こいつか。あ、エロなんか始まったぞ。おおおお、あれ、おお、びっくりした。いつの間に海の底から浮かんできたぞ。お、あれあれ、シャリタツが入っていく。ああ、ペッパー先輩を、なんか水の上を走ってきたぞ。エリモ、主を発見したのか。はい、発見しました。あいつが義竜の主。でっけえ、竜。てか、魚ポケモンじゃね？確かに。確かにね、そうなんですよね。なんか義竜っていうか、寿司なんですよ。ん？あ、お前は入んないの？あ、あれ？なんだ？あ、またなんか食ったぞ。寿司が、でかい寿司に食われてしまった。待って、寿司が、でかい寿司に食われちまった？まあそうですよね。そう見えるよな。食物連鎖かよ。食物連鎖って。あ、お、パワーアップしたぞ。よし、行くぞ。お、ペッパー船欲張りすじゃん。よし、行くぞ。オグリンラグラ。食物連鎖に興味津々、こいつでごちそうさんしてやるぜ。お、よし、行け。オグリンラグラ、行け。お、半分行かないんだ。お、やべ、行けるか。ガー。ちょ、欲張りすが尻尾振っている。お、防御を下げる。なるほどね。補助技の重要性をよく分かっているんだな。よし、行け、もう一回だ。行け。よしよし、いいぞ、いいぞ。うわ、なんで内幕来るんだよ。おぐりなぐら。また久しぶりに、ボルト、タマ、ネギオコンビやるか。よし、任せた、ボルト。まずは追い風じゃ。よし、行くぜ。素早さ上げるんだ。よしよし、いいぞ、充電をする。頑張れ、耐えられるか。よいしょ、あ、いいぞ、欲張りす、いいぞ。お、いけ。お、強、欲張りすの年めちゃくちゃ強いんだけど。よし、そんでもって、わ、どうしよっかな。いや、スパークで、もしかしていける、このままいけたりする。よし、いけ。よし、いいぞ。く、なんか残ったぞ。やばい、まずい。よしよし、いいぞ、いいぞ。お、決めてくれ、突進。なんだと、肝心の時に。いや、でもいい。これはもう落とせるんじゃない？いや、スパークでいこう。いや、これは玉ネギオの出番もなしに。よーし、いいぞ、ボルト。さすが、ボルト。いや、やっぱ強いな。いや、でもなんか思ったよりすんなり勝てたな。ふぅ。いや、やったな、エリモ。オース、やりましたね。主も倒したことだし、お次は秘伝スパイスを。行きましょ、ん？なんだ？ん？なんだ、あいつ食われたんじゃなかったのか。え、あれ？お、お、あれ？どうした、シャリット2。俺も主？え、うお、あいつなんかやる気だぞ。え、嘘？第2ラウンドあんの？ちょ、マジか。あ、ちっちゃい、かわいい。あれ、でもなんか大栗名倉が回復している。え、これ、うわ、どうしよう。いや、怒りの刃の方がいいか、まずは。え、何？当たんなかっただと？え、怒りの刃って 100% じゃないんだ。あ、やべえ。挑発をしてきたぞ。ブチギレ家族だ。あ、怒りの刃って90なのか。いや、でももう一回行こう。よし、行け！かじりつけ！お、何？え、嘘？え、怒りの刃ってこれしか効かないの？お、ちょっと待って、怒りの刃より6割その投資なんか強いんだけど。よし、行け、頑張れ。あ、いいぞ、いいぞ。こっちの方がダメージ大きいな。よし、行け、頑張れ。よしよし、いいぞ、いいぞ。お、濁流だ、いけるか。頑張れ。おぉ、うっそだろ。マジ。マジか。え、待って、めちゃ主強いじゃん。行くぞ、ボルト。久しぶりのテラストだ。よし、行くぞ。よし、出てこい。おぉ、かっこいい。いや、やっぱ大会でめっちゃかっこいいなぁ。あ、いけ、頑張れ、耐えろ。うわぁ、うっそでしょ。マジで。ちょっと待って。めっちゃ強いんだけど。マジ？ちょっと、ヘイラッシャーより全然強いんだけど。頼む。うわぁ、耐えてくれ、頼む。ぐわぁ、マジ。
今一つでこれか。くわー、玉ねぎを頼んだ、桃之助お前にかかっている。頼む頼む。お、いいぞいいぞ、挑発をしてきた。いいぞいいぞ、チャンスだ。よし、いけ、一回埋葬するんだ。うわ、全然入らん。頼む、いけいけ。よしよし、いいぞいいぞ、よしよし、いいぞいいぞ、えらい。うわー、耐えられるか、いけるか、頑張れ桃ちゃん、頑張れ。うわマジかよ、桃ちゃん。頼んだ頼んだ、がんこちゃん、いけいけ、落とせ。頑張れ頑張れ。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。相性がいい、相性がいい。素早さが下がったか。いやでも麻痺してるからいけるでしょ。いけ、よしよし、いいぞいいぞ。よしよし、いいぞ。相性がいい、相性がいい。濁流、ぐわー、ちょーちょーちょー、がんこちゃん、マジ最後の最後でこんな苦しめられる。いや、やばい、もうシャリンプ、お前にかかってるんだ。ただお前は、レベルが私が足りなくて言うことを聞かない。頼むぞ。頼むぞ。言うことを聞いてくれ。頼む、お前にかかってるんだ。決めてくれ。頼む、言うこと聞いてくれ。うわーちょ、うわーマジ、頼む、頼む、シャリンプ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 、お願い、言うこと聞いてくれ。お願いだ、お願いだ。よーし、いい子だ。いいぞ、いいぞ。よーし。よしよ、危なかった。危なかったぞ。えらいぞ、シャリンプ、よくやった。見切れてるけど、いや危なかったわ。なんとか事なきを得たぜ。やべ、パセ、危なかったですね。ふう、エリモン、お疲れちゃんだぜ。いやー強かった。もしかしてあいつら2匹セットで義流の主だったのかもな。あ、そういうことだから義流ってこと。でも別に兵羅者も竜に見えるわけじゃないんだけどな。でも面白い生態だね。小さいのがこの中から出てきたってことは秘伝スパイスがあるはずだ。エリモ行こうぜ。オース行きましょう。これで最後だよね。何スパイスなんだろう。お、あった。これが最後のスパイス、最後の秘伝スパイス。お、ついに見つけたぞ。お、辛スパイスだって。辛いのか、最後は。何の、日本によると、秘伝辛スパイスは代謝を上げる循環機能に効き目があって、いっぱいの汗と一緒に体から毒素も出ていくんだってさ。へぇ、唐辛子みたいだね。早速調理開始だ。お、期待してますよ。美味しいの作ってくれ。私辛いの好きだからな。お、男の料理だ。お待ち遠さん、ペパーお兄さんの元気印、ファイナルスパイスサンドだ。お、なんだ、ペパーお兄さんになったんだ、いつから。ダチの証のバッジを握りしめながら食ってくれよな。いや、こういうところサービス精神旺盛だよね、ペッパー先輩。お、めちゃくちゃ辛そう。でもなんか美味しそうじゃない、こんがりしてて。なんかすごい、ケバブみたいだね。美味しそうだな。よし、食べるか。いただきます。いや、長かったスパイス探しの旅も終わりか。お、あやぎゃーす。お、辛いのも食べたいのか。あんぎゃー。お、サンドイッチ。よし、今回もご苦労様。食べるぞ。半分だけだぞ。ギャンス。お前、また、おい。また全部食べたのか。お、崖登り覚えたぞ。最後崖登りか。あ、これでだいぶいろんなとこ行けるな。それじゃあマフィティフにも。お、マフィティフ、最後のスパイスだぞ。これで元気になってくれるか。いや、心配だな、前回聞き目なかったから。マフィティフ、今食べさせてやる。うわ、これ緊張するな。前回聞かなかったから。ちょっと待って。BGM 変わったんだけど。最高に元気が出るぞ。俺とエリモがうんと頑張ったんだ。そうだぞ。また昔みたいにさ、いっぱいいっぱいボール遊びしよう。元気になってくれよ、マフィティフ。元気になってくれ。それだけでいいから。ちょっと、あきょー。ちょ、やばい、泣けるんだけど。
え、いや、これはずるいって。あ、マフィティフ。え、あ、よく頑張ったな。え、どっち？え、どっち？え、ちょっと待って、どっち？え、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 そう。え、あ、あ、え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 、これは泣いちゃうよ。マミティフ。こんな転びながら駆け寄るのは反則だよ。よかった。よかったな。マミティフ、ペッパー先輩。あ、え、電話だ。博士か？なんだろう。あ、博士、ハロー、エリモ、こちらオリム。あれ？あ、てか、あれ、ペッパー先輩の前で電話かかってきたの初めてじゃない？アンギャー。あ、あややーぞ、お前も？コライドンが戦いの力以外全て取り戻したようだな。いや、相変わらず早いですね、情報が。ライド状態で壁に捕まれば、崖登り移動も可能になったようだ。アギャー、ギャー。お、お前返事してるのか？エリモに任せて間違いはなかった。何様だよ先輩。まあ、そうだよな、お母ちゃんだもんな。その声はペッパー。そこにいるのか？ずっと連絡を取りたかった。え、本当か？君以外に研究所に入れる人間がいなくてな。え、あ、そういう、え、そういう意味は？あ、エリモと共に小さじの小道の灯台にある研究所に行ってくれ。君たちが目的地に着いたらまた連絡する。え、ちょ、久しぶりの電話でそれだけなのか？先輩、落とした、マフィティフ。え、ちょ、久しぶりの連絡なのに、ちょっと母ちゃん、白状すぎないか？なんか、これじゃまるでペパー先輩が研究室に入れるからだけみたいな。知ってるかもだけど、あいつさ、俺の母ちゃん。あ、知ってます。実は知ってました。昔から研究で忙しくて、いつも家にいなくてさ、声聞いたのなんて数年ぶり。え、そんな久しぶりなの？そんな久しぶりなのか？なのにあいつ、息子パシらせる気満々じゃんか。いや、本当だよ、もっと言ってやれ。ああ、マジふざけんなだよな。でも、お前とコライドンは、きっと、行きたいんだろう？いや、まあ、それは、そうだけど。腹ん中グツグツだけど、仕方ねえから、ついてってやる。え、いいんですか？ペッパー先輩。研究所は小さじの小道の灯台。お前と初めて会ったところだ。俺の気が変わらねえうちにさっさと行くぞ。え、おーおー、マフィティフだいぶ元気になったな。いや、よかったよかった。いや、そんな私めちゃくちゃすがすがしい顔してるぞ先輩。いや、でもそうだよな、思うこといっぱいあるよな。ん？本当にあんたなのか？え、どういうこと？え、何何、今の最後の一言。何今の？え、これで研究所に行って、なんか、一件落着じゃないの？ハワイ食のエレモ。あ、そうだ。てか、その前に、ちょっと、崖登ってみたいな。え、行けるかな？お、すごい、行ける。え、すごい、うわ、え、すごい、めっちゃ崖登れんじゃん。あ、やべ。おー、うわ、すごい、超便利だ。素晴らしい。
わあ、え、アギャギャオス、お前すごいな。よしよし、いい子だ。いやーすごい、お前本来はこんなにたくさんの力があったんだな。よし、じゃあ行くか、小さじの小道。あ、あれ、この子じゃない、君か、君なのか。あ、でもさっきよりちょっとちっちゃいぞ。多分でもこの子だと思うんだよな。よし、捕まえるか。よ、俺主。あ、かわいい。まだ主としての自覚を持っているぞ。今日からお前は主郎だ。もうお寿司だからね。よし、よろしくな、主郎。え、ちなみにさ、なんかヘイラッシャーいないのかな。なんか二人で一つみたいな、二人はプリキュアみたいな感じだったじゃん。いなそうだな。てかこの辺の空気、なんか雰囲気すごい好き。よーし、じゃあ行くか。小さじの小道灯台。よし、行くぞ、ボンリス。あれ、ここだよね、灯台って。ペッパ船またしちゃったな。あれ？ペッパ船いないけど。え、研究所の入り口って言ってたけど、ここかな？あ、あれ？なんか始まった。お？なんだ？あー、おー、遅かったですね。なんだよ、2着かよ。いやいや、私結構寄り道したんだけどな。おかしいな。いや、遅かったっすね。ここがあいつの研究所。小さい頃よく遊びに来てた。あー、そっか、思い出の場所なのか。俺たち呼びつけて何の用なんだろうな。確かに、なんか要件は着いたらって言ってたけど、今開ける。